皆さんこんにちは行政書士合格の取説野端のズバッと重要論点ポイント解説講義行政法編第3回行っていきますよろしくお願いしますはい。で今回第3回目に関してはこちらを扱っていきます、えー、行政上の強制手段ですねまあ、サブタイトル行政大執行でご親睦を一等両断とあります まあ、強制手段として、まあ、一番まあ身近といいますかね、こうニュースとか見てると言葉として聞くのが大執行だということです。まあ、ご神木の話は、まあ、そこまで事例は多くないんですが、まあ面白いから、ね、タイトルを上げただけですよと。まあ、ただ、この例も踏まえて、これからお話ししていきますので、頑張って見ていきましょうと。では、えー、取説テキストは47ページを見てください。行政上の強制手段です。はい このページは全体構造的な位置づけなんですが、前回行政行為勉強しました。行政行為は一方的に義務を課すんですと、はい、いうことなんですけども、義務化したところでそれを果たしてくれなければ意味がないと、税金払いといったところで実際払ってくれなければ意味がない。じゃどうするの強制的に税金徴収する活動が別途必要だよね。 行政公の効力として前回話した自力執行力ですね、裁判所を使わずとも強制的に目的を達成できると、はい、これを具体的に見ていくのが、これからの行政上の強制手段ですね、行政強制ですというところです。はい、え講義時代、2つつけておきましたが、まあ、どんな義務を課すかによって、 どういうい強制手段を取るかは変わってきます例えば、税金払ってねということに対しての強制手段としては、滞納処分の差し押さえ、まあ、行政上の強制徴収という形をとります。では、違法建築物がありますよと、それを撤去しなさいということに対して、えー、対応しなければ、それは行政代執行という行政強制を取りますということなんですね。はい であのー、ご神木の話も実は行政代執行です、うん。結局、違法建築物をどけてくださいねって話と、ご神木でこう木の枝が伸びてきて、こう道路までかかってしまうと、通行の妨げですから、それは撤去してくださいね、一緒なんですよね、はい。撤去しなさいねということに対して撤去しなければ、 はい、大執行という形で役所の職員がやってきて、違法建築物を壊したりとか、ご審母を切ったりするわけですね。はい。ということをまず理解してくださいと。で、あとは48ページのところで、まあ、あ、49のところで、強制執行に関して4パターンあります。4パターンありますと。でこの4パターンのイメージなんですが、 あのまず、大前提で基本的に行政上の強制執行は大執行です。この大執行で解決ができるものならば、大執行でいきなさいと。でそれでは解決が難しい場合、他の手段を取っても構いませんという形です。はい、ただ、こう他の手段を取るべきときは、 あの個別法といって具体的な法律が必要です。はい、いまあ、大執行っていうのはこうある程度ベースは決まってますけども、この時しか使えないってのはないんですよ。それこそ、違法、建築物の撤去ならば全国どこでも大執行を使います。ゴミ屋敷のゴミの撤去も、まあ、最終的に大執行ならば全国どこでもできますよという形です。 から例えばこの直接強制ね、はい、直接強制を見ると、これ、個別の法律が成田国際空港の安全確保に関する緊急措置を、これ、例ですけどね、成田空港の近くで、まあ、バリケードとかを張って、まあ、空港の、ね、こう拡張に反対するよって人たちに対して、まあ、いろんな強制手段をかけていくと。これは 緊急措置法という法律があるから初めてできます。そしてこれは、成田空港の安全確保でしか使えないんで、すごく限定的ですよね。もう一回言います。行政代執行法の大執行に関しては、あの、そこまで限定的ではないんですよ。あの、この地域のこの人にしか使えないわけではなくて、全国的に使えますよと。はい。法律一方で全国的な運用ができると。 ただ直接強制に関してはあの緊急措置法という法律のもとに成田空港の安全確保のためにしかこれは使えないという限定をかけています。これはやはり大執行以外の強制手段が権利侵害の可能性が高いからです、まあ、人権の侵害の可能性が高いのであのバランスですよね。 行政目的の達成のための強制も必要ですけども、ただやりすぎると人権侵害なのでバランスを取りましょうねと。はい。なので基本的には大執行という形式で行政は目的を達成しに行きなさいと。もしそれができなければ、国会にお願いして、特定の目的を達成するための法律を作ってもらって、その法律のもとに直接強制をしていくという形です。 なかなか難しいんですが、そこを押さえておきましょうね。はい。で、今回は、あの、大執行を基本的に見ていきますので、はい。えー、っと、50ページを見てくださいと。で、この大執行に関しては、行政大執行法です。条文が6条しかないんですね。なので、こう、頑張れば半日で暗記できるわけです。 ただ、本試験で行政代執行でいると意外に生徒率が低いのは、受験生があまり条文見てないということです。ですから、条文はしっかりと読んでいくようにしてください。そして、読む前提としてのイメージもつけておきましょう。はい。この講義使いの大執行のイメージです。先ほどもお伝えしましたが、まあ、あの、撤去と書いてますが、これ、ご神木に変えますご神木に変えますか はい、ご神木が伸びてきますよと、にょきにょきとで。そうなってくると、道路に関して、道路のところにこう枝が伸びてくると。で最初は業役所側としても、まあ、撤去してほしいなとお願いするわけですが、ただ、神社側としてはご神木ですから、切るとたたりがと言って切らないと。で仕方がないから、行政側があ撤去しなさいということで、まあ、枝切りなさいということで、えー、行政行為を出すとで。命令されたとこ,ところで、やはりご神木ですから、 えー、神社は切らないじゃどうするか、大執行という形で役所の職員がこうハサミを持ってきて直近と切ると、ねあの、役所の職員たまったもんじゃないですが、これが大執行ですと。この大執行があのすぐできるかというと、そういうわけではないんですね。まず、2回にわたる脅しをかけます。開国と大執行令書の通知という脅しをかけますよと、はい。このあたりで言うことを聞けばいいんです。 これでも聞かなければ、大執行というものを実行する。で、実行した後に、当然撤去費用とかね、かかるわけ。で、この撤去費用が誰持ちかというと、役所持ちじゃ意味がないですから、これは、例えば、御神木をあの持っている神社側の費用です。もしくは、違法建築物ならば、違法建築物を建てている側のお金です。費用です。で当然、これはこれで払わない人がいますから、ここに関しても、 やはり強制徴収という形で裁判所を使わずにお金を回収することができますよという形なんですね。はい、よろしいでしょうか。で6条の条文、かいつまんで見ていきたいんですが、あの51ページの1条のところは、これは条文を覚えるというよりかは理解していただければいいです。先ほども言いました。行政上のの義務の強制は 原則は大執行でいきなさいと。もし、他の行政強制したければ、その都度法律を作って対応しなさいという形なんですね。はい、これは1条の理解として押さえておきましょうと。で、2条に関しても、まあ、条文が長いので、まあ、より分かりやすくということであれば、52ページの、はい、講義図か 条文解説のところですね。ここがポイントと。で、えっ、ー、と、もともとチェック入ってましたが、これ。代替的作為義務の不履行の場合です。代替的作為義務。代替的作為義務。これは前のページに、えー、つけてますね。49ページのところで、用語の意味。他人でも代わりに行うことができる義務のことを代替的作為義務って言います。はい。 まあご神木の撤去とかね、ご神木の枝の撤去とか、違法建築物撤去は、あの所有者以外でもできますよね。誰でもできる。この代替的って言います。で、作為は、ほにゃららするが作為ね。ほにゃららするなが不作為です。はい。合わせて代替的作為義務って言いますから、この時しか代執行できませんという形です。 なので、例えば営業するなってことを求めた場合、営業するなは不作為義務ですから、あの大執行では対応できません、ね、ということで、あのー、どんな時でも使えるわけではないのが大執行ではありますが、まあ、繰り返します。基本的に行政活動に関しては、大執行を基本的に考えていきますということなんですね。はい、では、52ページ、もう一度見てください。 ここがポイントとまず、代替的作為義務の場合にしかできないよと、そしてこう役所もなかなか大執行で従わないんですが、条文上も簡単にはできないことになっています。他の手段によって、その意向を確保することが困難だ。他の方法で話し合いとかでは、まあ、これは目的達成できないぞって場合。そして 相手がやってくれないことが公益に反すると、違法建築物、放っておくと震度3で崩れてくるとかね、ゴミ屋敷のゴミ、異臭を放っているとか、ご神木の枝、あの道路にかかっていて交通妨げになっているとかね、はい、あのそういう状況であれば、初めて大執行ができますということですから、まあ、あの役所がやりたがらない理由は、条文にも表れています。 とこ,ろですね、これ、押さえておきましょう。はい、そして、はい、次のページのところで、失礼、えー、大執候補3条に関しても、はいえー、ポイントつけてますね。2回の脅しをかけます。まず1発目、はい、あと2週間以内にやってほしいよ、その日までにやってくれなかったら、 大執行する旨をあらかじめ文書で開国をする。開国は注意ですね、警告です。一旦文書で開国と。2週間と決めて、本来もっと長いですが、2週間と決めて、2週間で履行がなければどうしますかもう1回通知です。大執行令書という正式文書によって、はい、大執行いつしますよ 派遣する責任者は誰からですよ。かかる費用は30万ぐらいだよと。これ通知しますと。2回脅しをかけて履行を促すと。ただ、切羽詰まってる、まあ、非常事態の場合は省略はできます。いち早く撤去しなきゃいけない場合は省略できますが、ただ基本的には、はい、あの文書でまず開国をし、で次に大執行令書で通知すると。はい、2段階は必要です。 で実際、大執行が行われる日となった場合が、えー、と4条ですね。はい、あの職員が生かされますで。職員に課せられている義務としては、執行責任者と言います。商標を携帯し、相手方からの要求があるときは提示しなければならないと。はい、試験の結束です。要求があれば提示。要求があれば提示です。 ワンポイントにもある通り、要求なければ提示しなくていいです。まあ、現実は、こう、腕章的なものをしてますから、そこでわかりますし、こう、首からストラップ下げてるとわかるんですが、条文上は持ってればいいと。相手から、お前何の権限があったと言われたら、これってなせばいいです。はい。条文をしっかり押さえておきましょうね。で、第5条、第6条に関しては、 54ページを見ていただければいいですが、はい、大執行してかかった費用に関して、えー、納期限決まってますから、納期限までに納めなければ、はい、国税を滞納した場合と同じ手続き、強制徴収という形で徴収されますということですね、まあ。大執行にかかった費用、税金ではないですが、 この大執行法6条は、税金対応と同じ扱いでいきますよと決めてますから、統、は、制、い、徴収できますということです。さあ、どうでしょうか、あのこれだけです、はい。だいたいこれだけですね。これだけで1問拾うわけですよ。だったらまあちゃんと勉強するべきですよね。もちろん大執行だけが出るわけではないんですが、大執行筆頭格です。 条文がある以上は、記述でも問われやすいので、まあ、そこをしっかり押さえておくことが、確越、そして記述のまあ対策にもなりますからね。はいでまあ、1回で覚えられないと思うので、まあ、繰り返し繰り返し見るですとか、あとは、大執行という言葉これからワイドショーとかニュースで見たら、あのしっかりとその事例も把握するというのが大切かなと思います。はいえー、今回三3回目以上となりますが、えー、次ですね、4回目が、 あの不利益処分、これは行政手続き法です。行政手続き法不利益処分を扱っていきますので、行政手続き法を全体的にまあ学習した状態で、えー、動画見ていただけるといいかなと思います。はい、では今回3回目は以上となります。お疲れ様でした。